シオンビオフェルミン S とか、あとミアリさんですね。こういう腸内細菌を取り入れることに特化した整腸剤と併用して飲むのが一番ベストじゃないかなというふうに思いますね。どうも、福岡天神内視鏡クリニック院長の秋山です。さて、今回のですね、整腸剤飲み比べなんですが、強力若元になります。この強力若元、価格なんですが300錠入ってまして841円というふうになっております。だいたい1錠 2.8 円の計算になります。で、用法用量がですね、成人で1回9錠で1日3回になりますね。なので1日あたり 75.6 円の計算になります。1回9錠ってね、結構多いですよね。で、この強力若元なんですが、胃腸を助けるアスペルギルスオリゼー NK 菌、あと整腸作用で便秘・下痢に効果のある乳酸菌、この2つの菌が入っています。まあ、菌数は非公開になっております。で、さらにですね、滋養強壮、肉体非同時の栄養補給ということでビール酵母も入っています。特にこのビール酵母なんですが、ビタミン B 群、アミノ酸、あと食物繊維ですね、こういった栄養素が含まれてますので、乳酸菌をバーッと増やしてですね、間接的に腸内環境を整える効果もあると言われてます。つまり胃腸が弱ってる方、下痢や便秘がある方、栄養の偏りがある方に適した整腸剤じゃないかなと思います。じゃあ、それでは今から早速ですけど飲んでみましょう。1回9錠ですので結構な量ですね。こんだけの量になります。結構な量ですよね。あ、匂いはほのかにビールの匂いがしますね。まあ、味はほとんどしないですね。非常に飲みやすいです。個人的な印象としてはですね、シオンビオフェルミン S とか、あとミアリさんですね、こういう腸内細菌を取り入れることに特化した整腸剤と併用して飲むのが一番ベストじゃないかなというふうに思いますね。今日はここまでになります。次回はエビオス錠をお送りしたいと思います。それではまた次回お楽しみに。